怠け者健康 BI チャンネルの細川です。今回は椅子に座って上半身を動かしていきましょう。それでは一緒に行きましょう。一つ目、両腕を前に伸ばして引いて、これを繰り返していきましょう。この時に肩甲骨を動かすように引いていきます。伸ばして引く時にこの背骨に肩甲骨を近づけるような形で動かしていきましょう。30秒です。せーの、スタート。よく足が痛くて動けないというお声をたくさんいただきます。なので椅子に座ったまま上半身を動かして体を細くしていきましょう。こうやって動かしていくだけでも体の代謝が良くなってダイエット効果にもつながっていきます。どんどん動かしていきましょう。残り10秒です。腕を引くときにこの肩甲骨を背骨に近づけるのを意識しながら動かしていきましょう。ここは結構ポイントになっていきます。しっかり引いていきましょう。 OK です。2つ目、次も同じく腕を引いていくんですが、少し体を斜め前に倒しましょう。そしてこのまま腕を伸ばして引いていく、これを繰り返していきます。今度は引いた時にこの背中のあたりですね、肩甲骨より下のあたり、このあたりが引いてくると合っています。30秒です。せーの、スタート。少し角度を変えるだけで引いてくる場所が変わってきます。なのでいろいろ角度を変えて変えてみましょう。この時に大事なのは息を止めずに息を吸って吐いてを繰り返しながら腕を伸ばして引いてを繰り返していきましょう。残り10秒です。体が前に倒れすぎると腰が痛くなってしまいますので、少しだけ前に倒すだけで大丈夫です。このままどんどん動かしていきましょう。 OK です。3つ目、次は斜め上に手を伸ばして動かしていきましょう。この時に腕を伸ばして引いていくと、この肩の付け根あたりが使えているのがわかるかと思います。なのでどんどん動かしていきましょう。もし肩が痛い場合は無理せずに行ってくださいね。30秒です。せーの、スタート。皆さんはこのように腕をですね、上に伸ばして何かを取る動きはやっていますか？この動きあまりやっていないと肩の力が弱くなってしまって肩が上げにくくなっていきます。なのでこの動きもすごく大事なのでやっていきましょうね。残り10秒です。うまく使えればスムーズにいくんですが、普段から上げていない方はこの腕を伸ばすのが結構きついかもしれません。その時は無理せずに行ってください。4つ目、次は腕を伸ばしてぐるぐると回していきましょう。前に回して後ろに回しましょう。大きく回してくださいね。肩をどんどん動かしていきましょう。30秒です。せーの、スタート。今回の運動をしてもまだ余裕があるよという方は、最後のところに関連動画として動画を貼っておきますので、そちらの方も参考にしていただきながらやっていただければ、さらに体の効果が上がっていきます。余裕があればぜひやってみてくださいね。残り10秒です。普段しない動きをすることで体の代謝も良くなっていきます。なのでできるだけ大きな動きを目指して動かしていきましょう。頑張って頑張って。 OK です。5つ目、胸の前で手をクロスしてもらって目線はおへそを見ましょう。このまま体をぐーっと曲げて、わざと猫背を作るようにして曲げていきましょう。そして曲げるときに息をふーっと吐きながら、お腹に力を入れながら曲げていきましょう。そうするとお腹の方に力がどんどん入っていきます。そうするとどんどん代謝が上がっていきますよ。30秒です。せーの、スタート。皆さんは普段から腹筋に力を入れるっていうことを意識していますか？腹筋に力を入れると姿勢が良くなるし、お腹周りもスッキリしていきます。
なので、このお腹に力を入れるっていうことを体に思い出させてあげましょう。どんどん力を入れてくださいね。残り10秒です。特にこうやって座っているときは腹筋にあまり意識がいっていません。なので、この時に腹筋に力を入れる練習をしておきましょう。頑張って！ OK！ 6つ目。次は、体をねじって横の腹筋に力を入れていきましょう。できるだけ横っ腹にギュッと力が入るようにねじっていきましょうね。どんどんねじりましょう。30秒です。せーの。スタート！はい、もうこれで最後ですよ。最後までいける方はしっかりと30秒頑張ってみましょう。もし難しい方は10秒では20秒でも大丈夫です。できる範囲で頑張っていきましょう。あともうちょっとですよ。頑張ってひねってひねって、できるだけ脇腹の方をしっかりとひねっていきましょう。残り10秒です。あともう少し頑張って頑張って、最後の10秒、もしやれたらサボって待っても大丈夫です。できる方は頑張って頑張って、あと少し、あともうちょっと、OK！ 皆さん、お疲れ様でした。それでは、終わった後に体を動かしてみましょう。さっきより体が動かしやすくなっているはずです。また、わからないことや質問等ございましたら、LINE 公式アカウントの方までぜひご連絡ください。この動画を見ていただいている皆さんが、今日一日、最高な日になりますように、今回の動画が良かったなと思った方は、ぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。LINE 公式アカウントではご登録いただくと症状お悩み別動画をプレゼントしています。動画の説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録お願いします。では動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。